はい、こんにちは、シャラスポーツです。皆さんお元気ですか？じゃじゃーん、今日はベンさんですよ。ベンさん、古いキャッチャーミットウェブレース4ケツになってますんで、久しぶりに4ケツウェブレースのリレースアップしたいと思います。ものは昔ながらのね、私好きなタイプですけどね。それではどうぞ。はい、じゃあ久々に4ケツクロスのキャッチャーミットウェブレースね、入れていきたいと思います。まあ今は3ケツ縦が多いんですけど、まあ、当時はこういう4ケツクロス多かったですよね。ちょっとこの幅の問題もあるのかな。まああの種類はいろいろちょっとあるんですけど、今日のやつはこっからのタイプやね。こうして一回よいしょ、クッションでクロスしてたんで、ここも。ここですね。こう入って、まあ、こうじゃないのもありますけど、今回のはこう。結構ここの横の処理クロスのやつ多かったよね。行って帰ってくるだけですかね、基本ね、どれも。こんな感じですね。で、縛っておしまいです。はい、できました。こちらベンさんの古いミットですね。まあそうですね、この4ケツになってるし、これアウトレースになってるしね、うん、あ、切れてるけど、お手入れされてないようなんでね、ちょっとだけね、このポケット周りだけでもやっときます。まあ、あの気づかないでしょうけどね、お客さんはね。
ここだけ。やっぱりここだけはね、油最低限入れとかないと裂けやすくなりますんで。これでも皮がいいんでしょうね、長持ちしてますね。これすごい古い国なんだけどね。まあ、これだけでも違いますんでね、内緒サービスですけど、セレクテッドカウハイドフルグレイン、まあ銀付きということですね。ほらで、アトラクティブポケットローハイドレーシング、お、そういうことか、テネシーローハイド使ってるのか。もともとね、BMN8300、デザインドフォーザプロフェッショナル、すごいね。おお、これここら辺のロードがかっこいい。フェザーウェイト、ハンドテイラードパッド、パッドもいいんだ。ね、ほら刻印が昔風でかっこいいですよね、まあ、つまみのタイプでフォールドスターでファーストバック、頑丈な作りですね。軟式も取りやすいですということで、ベンさんのね、古いキャッチャーミット4ケツの修理でございました。はい、どうでしたか。クラシカルなスタンダードっていうかね、いい感じですよね。これはなかなかいいんじゃないですかと私は勝手に思います。それでは皆さん、さようなら。